向かって左、釜玉アレブルーのユニフォームのさぬき、今日はアウェー白を基調としたユニフォームの横浜 FC です。ここまでこのカードなんですが、さぬきの4勝1分け3敗さあそれではここでさぬきのスタメンと予想フォーメーションです。さぬきは 4-4-2 のフォーメーションで、ゴールキーパーが清水、ディフェンスラインは荒堀、武田、浅田、アレックス、ダブルボランチは岡村と永田、そして前節から右に渡辺大吾が帰ってきました。左に佐々木匠、ツートップは重松と木島哲也というふうになっています。こちらは 3-5-1-1 を予想しました。ディフェンスラインは渡辺、ペスンジン、田所、中盤には右に北爪、左に武田、中には石井、そして斉藤、さらには野村が入る、こういう予想です。さあロングフィード、またレアンドロ・ドミンギですが、おっとこれキーパーが出ているぞ。さあどうだ、んとここでもう一度クリアする、まだある。さあロングボールだ、これシュート打っていく、どうだ、クロスバー、いやー今清水が前へ出ているのを見て、そうですね、はい、決まったかに思われたんですが、クロスバーに弾かれている。北爪、そして豊島、もう一度ワンタッチでいい感じで抜けていった。さあ北爪、北爪どうだ、とわけにいかない。彼の良さが出たシーンですよね。そうでしたね、スピードをうまく3人目4人目で彼が関わっていきながらプレーしましたね。さあ見てみましょう、このプレーです。ワンタッチで前へ繋いで北爪が行く、2つ目が待っていますが、このルーズになるボール、まだボールが収まらないぞ。さあ横浜が後ろに戻して、野村がふわっとしたボールを裏に出すが、さあどうだ、頭でまだある、シュート、そしてシュート、どうだ、決まった、ゴール。先制点を挙げたのは横浜 FC。 今ボックスの中で何かこうお見合いのようなシーンがあったのか、いやー今クリアできませんでしたか、さぬきは。そうですね、豊島ですか、最後誰ですかね、ちょっと分かんなかったですけど ね、 そうですね。さあ見てみることにしましょう。さあこのボール、あーバットの横浜 FC、 さあいい形になるぞ、右から上がってくる。さあそしてこのボールフリーになっていく、さあシュートまでいけるか、追い返してレアンドロ・ドミンゲー、いや完全に崩しきった2点目、横浜 FC 2対0見事な展開でした。いいですね、やっぱり北爪のスピードですよね。そうでしたね、その前には斉藤の頑張りもありましたし、ラインをちょっと上げる横浜 FC、 かわしてアレックスが中を見る、そしてボールを送り込んでくるが、胸アットオーバーヘッド、しかしこれがジャストミートしない、これはまだ移動、中田が打っていく、さあルーズボールになるか、これはゴールキックか、ちょっとルーズボールに複数の選手が反応していった。さぬきはこの重松でしたけども、ちょっと見てみることにしましょう。さあそしてスタンバっているのが松井大輔、斉藤選手の交代になります。あ、今日斉藤も頑張りましたけども、その、はい、斉藤に代わって松井が入ります。さあ今このボールを収めていって、いや直接いく、いや剥がしていく、さあそしてフリーになる、打てるからレアンドロ・ドミンゲス、わずかに枠の左、だからスイッチが入った時の横浜の攻撃っていうのは早いですよね。早いですね、まあ、これ見てもらいましょう。さあ中に登っていって、ここなんですよね、あの、ニアサイドを越えていかなきゃいけないですよね。あ、さあ渡辺もう一度低いボールを押していく、さあどうだ、まだある、シュートまでいけるか、シュート打っていく、ブロック、シュート決まった、よくさあ1点返したさぬき、ゴール前の混戦から決めたのは竹中、これ
して1点返して2対1。さあ、まもなく手元の時計ではアディショナルプラスの4分を経過する時間ですが、ここで長い笛か。いやー、この今一瞬表情を捉えたタバレス監督ですけれども、横浜 FC が2対1、蒲田マーレ讃岐を下して2連勝を飾っています。